こんにちは、メジットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。メジットは死なない程度に生きております。はい、まあ先日いろいろやらかしまして、その際はどうも申し訳ございませんでした。最近ですね、こうフワッチという配信アプリの方で、配信、ライブ配信の方をしております。で、まあなんだろう、その配信の方で、まあメジェットの今の YouTube チャンネルってどうなってるのかっていうお話があって、まあチャンネルはあるんですけど、まあ動画が上がってないし、なんかライブ配信したり、なんか猫動画上げたりとかで、まあレジンとか上げたりとかで、なんかまあいろいろね、動画上げてるんですけれど、こうコンセプトって何ですかって、コンセプト、こうメジェットの進む方向性、うん、YouTube でこうどう進んでいくのかっていうので、それがちょっとわからないっていうご意見がいただきありまして、でも確かに、まあ、メジットもなんだろう、ちょっと迷走している感はあります。まあ、初めの方はなんかマインクラフトをやりながら、こうブツブツ家のことを愚痴ってたりとかしてて、なんかその後まあいろいろありまして、今のチャンネルがあるんですが、こうちゃんとなんかコンセプトを決めて、なんだろう、こうやっていきますよみたいなをちゃんとしていこうかなって思います。はい、行こうかなと思いますじゃなくて行きます。はい、じゃあどういうふうに行くかというと、現状ですね、メジェット、まあ今就労移行支援事業所から B 型作業所に移りまして、そこで在宅で仕事をしております。で、あとはその障害年金もいただいております。はい、でもこの障害年金 と、B 型作業所の工賃で、まあ、なんとか生活は回ってはいるんですけれど、やっぱ厳しいです。まあうち猫も4匹いるんで、まあいつ病気になるかわからない、こうメジェットもいつ病気になって病院にかからなければいけなくなるとかで、何が、人生何が起こるかわからない。そしてまあ母のこう介護問題はどうするのかって、でまあそういろいろ考えていくと、やっぱり今のままではダメだって思うんですよ。今のままでダメだって思って、まず何をすればいいのかって考えた時に、やっぱちゃんとお金を稼いでいかなければいけない、やっぱり生きていく上で、まあ、必要なものは、お金です。はい。こればっかりはどうしようもないですね。だって何をするにも、もうお金が必要じゃないですか。買い物するにもお金が必要。猫を飼うにもお金が必要。水道光熱費払うのもお金です。はい。なのでなんだろう、まあこの YouTube を通してこうメジェットがこれからどうやってお金を稼いで、こうまあ今はまあ貧乏ですね、で貧乏からこうまあ大富豪にはならなくてもいいから、まあちょっとした、小金持ち、人並みの生活できるくらいに稼げるようになりたいなって思います。でまあそれをまあじゃあどうやっていくのかっていう話で、まあ今障害年金いただいて、まあ、B 型作業所でお世話になってるんですが、まあこの
B 型作業所、A 型作業所の方に行くか、障害者雇用で働くか、それとは別に、メジットまあハンドメイドやってるんで、そっちフリマアプリで売ってお金を稼ぐか、とかまあいろんな方法があるんで、まあそういうことをいろいろチャレンジして、行きたいなと思います。で、まあそれを、その過程をこう、いろいろ動画に撮っていって、まあ、ハンドメイドをこれを作ったら売れましたとか、A 型作業所面接行って落ちましたとか、障害者雇用、ここ応募してみました。いや、応募してました。ただ会社名はちょっとね、伏せたりとかすると思うんですけど、まあ、そういうふうに、こういう活動をしていて、まあ、収入がアップしましたとか、収入がダウンって言っても、これ以上まあダウンすることないと思うんですけど、とか、まあ、ちょっとクラウドワークスさんで、内職的なものをしてみましたとか、そういうのをやっていきたいなって思います。まあ、方法はいろいろあると思うんで、それをまあいろいろやりながら、こう、ちょっとずつ、まあお金を稼いで、まあ、人並みの生活。まあ、人並みの生活ってじゃあどんなんだって話になってくると、まあ、それはもう人それぞれなので、メジットの場合は、とりあえず借金を返し、まあ、猫たちに贅沢をさせてあげたい。そんなことをまあちょっと情報発信としてやっていく YouTube チャンネルにちょっと進化させていきたいなって思います。で、まあそれに合わせてまあ動画のなんかクオリティも上げていきたいなって思います。まあ今キャップカットとか使ってるんですけど、まあ Adobe とかもちゃんと勉強して、アドビができるとアドビでの案件が受けれるとかね、そういうのもあるんで、そういうのでちょっとずつ頑張っていきたいなと思います。道のりは厳しいと思うのですが、もうメジド41歳なので、今は頑張らないと、こう60とかになった時に、本当に今の生活を続けていくと、親の二の舞になるなって思って、そうならないためにもちょっと頑張っていきたいなと思います。そんなわけで、これからメジェットチャンネルは、貧乏脱出、人並みの生活を送るためには一体どうやって稼いでいけばできるのか、をやっていきたいと思います。まあ未熟者ですが、これからも死なない程度に頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。以上、メジェットでした。